皆さん、こんにちは。絵画コット買い取りプロ、周華道金子でございます、えーと。この箱書きはですね、これ、川端隆史先生の、えー、箱書きでございます。隆、え、史、ー、先生、まああのー、和歌山のご出身でして、まあ、関西にも非常にゆかりの多い方なんですけども、まあ、どちらかというと、そうですね、私どものマーケットでいうと、まあ、東京がやっぱり、あのー、人気がある作家かなという印象は受けますけれども、えーまあ、初めですね、隆史先生はあのー、洋画を学んでらっしゃったんですね。 で、えーと、大正時代に、まあ、アメリカに行ってですね、あのそこで見た、えー、日本画とあの、ボストン美術館かどっかの巻物ですね、それに、まあ、感化されてですね、えー、それから帰国後はもう日本画に、えー、転向してですね、そして、えー、と日本画を生涯にわたって描き続けられました。 竜志、まあ、先生というと海上芸術なんて言いまして、まあ、大きな作品がですねすなわち、えー、芸術だみたいなことで非常にたくさん大きな作品をお残しになられてますけども、まあ、一時は印券でもご活躍されたんですけども、まあ、晩年はですねもうそういった、えー、画壇を少し離れてですね海上芸術というのを目指して、まあ、清流社というあの今でも非常に、まあ、あ有名ですけれども、えー、清流社を率いて、えー、画壇を貫き通したお一人でございました。 えとこの作品はですね、まああのー、魚が描いてあるような図ですけれども、えー、花鳥画ですとか、えー、まょ、あえー、勝負なんていう花ですね瓶瓶、瓶に刺さった花ですとか、あるいは、えー、魚、割ととでもです、ねあのー、磯のものも含めて、何でもこうモチーフにされておられましたですけれども、現在でも竜士先生の作品、文化勲章受賞作家として高い評価を得ております。えー、ぜひ私ども、周華道で、えー、査定をさせていただきたいと思います。 え、海外こと買取プロでは、文化勲章を受賞された日本画家の皆様の作品え、高く評価して買い取りしております。川端隆一先生の作品もしお持ちでしたらぜひ一度評価のご相談してください。こちらのフリダイヤルフリーダイヤルまでお電話お待ちしております。